激闘必至の好カードです。2021明治安田生命 J1 リーグ第10節、北海道コンサドーレ札幌対横浜 F マリノス。コンサドーレはクラブ創設25周年を迎えます。サポーターの皆さんは応援そしてお祝いの気持ちで札幌ドームに駆けつけています。まずは札幌のメンバーです。ゴールキーパー菅野、ディフェンス田中と出場停止明けのキムミンテ、そして福森です。宮沢高峰のダブルボランチ、右に金子、左に菅、コマイとチャナティップのツーシャドウ、そしてアンデルソン・ロペスのワントップ。去年の11月左足を手術した新野拓磨が今シーズン初めてベンチに帰ってきました。一方 F マリノスです。ゴールキーパー高岡、ディフェンス松原、チアゴ・マルチンス、畑中、そして今日は小池です。木田と大木原、その前にマルコス・ジュニオールがスタメン復帰。前線は前田大然、オナイウアド、エイベル、この並びで予想しました。こちらもベンチには左足、太もも裏、肉離れからティーラトンが戻ってきました。左サイドバックの小池、オナイウ、もう一度小池、裏に蹴る、エイベルのスピード、前田大然とマルコスも上がってきた。菅がつきます、クロス、マルコス、ナイスキーパー、オナイウ、ファインセーブ、チームを救った菅野です。ビッグチャンスは F マリノス、いかがでしょう、曽田さん。いやまず一つですね、コンサドーレの左サイド、まあ、簡単に裏を取られた後、そしてそこからの、まあ、高精度のクロスでしたね、はい、もう本当に決定的でしたけども、杉野選手、まあ、左手ですよね、おそらくね、よく触りましたよね。そうですね、潰しましたがアドバンテージ、田中俊太からチャナディップ、再三チャンス、ナイストラップ、1対1、ロペスへシュート、ゴールの右、クラブタイ記録5試合連発かと思われた決定機、ミートしませんでした。いやお互い切り替えが早くね、少しねスペースありますけれども、はい、エキサイティングな展開になってますよね。そうでしたね。福森、ニアサイド、宮沢、キムミンテ、ロペス、押し込んだ、25周年記念試合、歴史に名を刻んだアンデルソン・ロペス、クラブ最長に並ぶリーグ戦5試合連発、リーグ戦9得点目、ランキングトップです。いやー、そらさん、決まりました。いやまずニアですね、低めのボールを宮澤選手が少し触ったんですよね、それによって、まあ、ファーサイドにボールが流れたと。巻いてきたチアゴか、オナイウだ、弾いた、滑るか、畑中のシュートはゴールの右、ドンピシャでした。また菅野選手でしたね、まあ、ボールの、まあ、速さも高さもコースも、まあ、文句なしでしたね、でヘディングも完全にミートしてましたから。木田、間を行く、そして小池、クロス、マルコス・ジュニオールのボール、前田大然の股の間。いやまた非常に際どいプレーになりましたね今ね、今日何度もポステゴグルー監督は頭を抱えます。一段と大きな拍手に迎えられ、背番号27番、この新戦術の軸、新野拓磨が帰ってきました。ルーズボール、ロペスから裏へ、チャナティップ、チアゴ・マルチンスも走ります、中央にゆっくりとアンデルソン・ロペス、スピードを持って小前も来る、シュートを打つ、キーパー弾いた、ナイスキーパー、福森のシュート、枠は捉えています。まあ、福森選手らしいといえばらしいですけども、前から札幌プレスに来られますが、さあ剥がした、天野です、アウトで、オナイウ同点、見事な崩し、後半間もなく35分のところ、オナイウ2試合ぶり、今シーズン3得点目、見事でしたね。まずここですね、そうですね、この天野選手の
まあ、切り返しですね、アラノ選手が少し、ね、軽かったですけども、そこから左足のアウトサイドでのクロスですね、これが素晴らしかったですね。渡辺から右に行きます、水沼のクロス、前田大然決めた。わずか 3,4 分で F マリノス逆転、久々の複数得点、5試合ぶり今シーズン4度目の F マリノス待望の複数得点で逆転。いやー、そらさん鮮やかでしたね。また本当に綺麗なゴールになりましたね、まあ、この後半から交代で入った天野選手、水沼選手、この両選手の、まあ、お膳立てになりましたね、はい、Jの頭、わずかゴールの上、素晴らしいボールでした。いや、得意な形でしたけれどもね、抜けてきた、ティーラトに対してはキムインテ、まだキープ、上げた、エイベザヘッド、決定的な3点目、後半のアディショナルタイム。焦点はティーラトンがハンドかどうか、まあ、若干、まあ、そうですね、腕というか脇というか、本当に難しい位置ですね、これね。ノーゴールです。先ほどチェックで時間がプレーが止まっていましたので、それが加味されます。 F マリノスボールをキープして、さあエイベル再びチャンス、スペースありますね、シュートまでいけるか、シュート2決まりました、これは正真正銘のゴール、エイベル3試合ぶりリーグ戦2得点目、3対1、喜びを分かち合う F マリノスベンチ、アウェイで札幌相手に3得点。エウベルのゴールが認められたタイミングで長い笛が響き、試合終了です。3対1、アウェイ横浜 F マリノス、リーグ戦8試合負けなし。